NiziUniverseとはどんなアイドルなのか紹介してもらえますか？はい、ですね、私たち NiziUniverseは、はい、ケンチャンネルのケントです。今回は NiziUniverseのリーダーのふーちゃんに来てもらいました。今日よろしくお願いします。はい、NiziUniverseのリーダーふーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日来ていただいてありがとうございます。それからこそありがとうございます。はい、そしたら、前回ですね、僕の動画でホーチミンに行った時に NiziUniverseのライブの撮影はしたんですけど、その際にですね、メンバーの説明だったり、NiziUniverseはどういうアイドルなのかっていう説明がちょっとできてなかったので、今回はふーちゃんにですね、NiziUniverseの解説を話していただきたいと思います。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず NiziUniverseとはどんなアイドルなのか紹介してもらえますか？はい、ですね、私たち NiziUniverseは、2016年から、結成されて、で、もともとダンスグループだったんですけど、ダンスカバーグループ、2012年からで、2016年からアイドルグループになってて、で、NiziUniverseのという名前になってて、で、主に、ホーチミン市拠点に活動していて、ホーチミン以外もベトナム全国とか、あと海外など東南アジア、タイとかシンガポールとか、あと日本でも活動しています。すごいですね。東南アジアだとタイとかでもライブしてるんですか？そうですね、コロナ前の話なんですけど、2019年の前とかは、毎年1回2回ぐらいタイでライブ、はい、していましたね。なるほど、分かりました。ありがとうございます。今はダンスグループって形ではなくて、曲をカバーしたりオリジナル曲も歌ってるって感じですよね。そうですね、もともとダンスのみ活動していたんだので、だからアイドルになってからちゃんと踊りながら歌うべきだと思うので、だからみんなで、歌の練習も入れて、あとオリジナル曲を出したり、あとアイドルらしい活動、的とか、いろいろの活動を始めましたね。なるほど。なんかダンスグループから変わったきっかけとかって何かあったんですか？私たちもともと趣味で活動したんですね。で、ダンスグループって言ってもダンスは得意ではない子が多かったんです。なるほど。そうは悲しいところなんですけど、でもみんなで一生懸命練習して自分の好きな曲踊れたら楽しいなと思ってたんですけど、でもやっぱり限界があって、でその時やっぱりそのグループの中で歌が上手な子とかもいたんで、あと、やっぱり憧れる存在、その日本のアイドルで、やっぱり今までカバーしてきた曲がアイドル曲が多かったんで、みんなで話し合って、じゃあやっぱりアイドルになろうってアイドルになりましたね。なるほど、素晴らしいですね。今は、どんな曲とか歌ってるんですか？カバーなら、そのアイドルになる前は AKB とかモームスとかカバーしました。今は、ジャンルが多く広がって、その、ニジコンさんのカバーとか、いろいろな日本のアイドル、その年の流行ってたアイドル曲をカバーしたり、あと自分のオリジナル曲も今、自分でも覚えてないんですけど、今、6曲ぐらい？リリースされて、はい。なるほど。なんか僕もこの前そのホーチミンでライブ行った時、なんかほとんど日本語の曲で歌ってたんで、すごいなと思ったんですけど、なんか日本語の曲を歌う時って難しくないですか？でも実際はその今NiziUniverseの中に日本語をわかる子は少ないんですよ。みんなほぼ日本語を喋らない方が多いなので、でもやっぱりみんな好きな歌を歌うのでよく聞くんじゃないですか。だから耳で覚えるしかないんですね。で、どんどん慣れて、歌はどんどんですね。じゃあ、あんまりそのベトナム語の曲とか歌わないんですか？
ベトナム語は今オリジナル曲しか歌わないので。なるほど。ベトナムオリジナル曲は全部ベトナム語になるんですか？オリジナル曲は、まあ、基本的には両方日本語バージョンとベトナム語バージョンがあって、まあ、そのイベント次第、イベントの特徴の、はい、ファンとかターゲットとか次第を、日本語を歌うかベトナム語を歌うか。わかりました。僕が見た時はなんかすごい若いメンバーもいてすごい若いチームだなと思ったんですけど、今メンバーは何人くらいですか？今メンバーは10人います。10人を、はい、若い人は何歳くらいですか？一番若い人は16歳ですね。16歳。あ、じゃあ高校生ですか？高校1年生ですか。おすすめのメンバーとかっていますか？なんか逆にケントさんがその好きなアイドルのタイプとかありますか？そのめっちゃ元気な子とか、はい、あとまあちょっと涼しめの子とかは どんなアイドルが好きですか？なんか僕はこの前見た時ユミちゃんがいいなって思ったんですよね、うん、もっとそのユミちゃんのことも知っていきたいなと思ったんですけど、そうですね、僕はでも可愛い子が好きですねみんな可愛いんですよみんな可愛いですよね。まあ、やっぱりみんな一人一人、まあ、私たち虹のコンセプトなので一人一人の個性をが持ってるわけですね。ユミちゃんがみんなから言われるといい子と言われてます。すごく礼儀正しいだし、あと、まあ、性格も優しげですね、はい、あともし元気な子好きなら、はい、シナモンちゃんがおすすめ。あ、シナモンちゃんもいいですよね。シナモンちゃんはとりあえず笑顔が武器で、はいはい、ですごくなんか太陽のような存在、はい、すごくキラキラしてて、はい、あとなんかちょっと真面目な可愛いんだけどちょっと真面目な子は、もちちゃんがおすすめです。はい、もちちゃん聞いたことあります。もちちゃんは今うちのエースで、エースなんですね。はい、かなり可愛いんだけど、うん、めちゃくちゃ真面目な子ですね。あとりんごちゃんはちょっとふわふわしてて、はい、あと日本の漫画アニメが大好きでオタクですね。オタクトークができる子です、ね、結構メンバーの人もやっぱり日本の文化とかアニメとか漫画好きな人多いんですかね？そうですね、みんな結構うちに集まるんですけど毎回みんな一緒にアニメを見たりします。面白いですね。どんなアニメ見るんですか？なんか鬼滅の刃とか、まあその時の流行ったアニメ、ラブライブとか。はい、なるほど、分かりました。はい、今後の、ライブの予定とか、なんかシングル曲新しく出すとか予定とかってありますか？ですね、今私たちが準備している「通り通り」っていう曲なんですけど、もともと日本語の曲で、はい、まあ、私たちオリジナルの曲なんですけど、日本で作曲作詞されて、ベトナムでベトナム語バージョンを作って、今回シングル3枚目のシングルをリリースする予定なんですけど、でもやっぱり今ちょっとコロナで中止になってるんですけど、まあ、今状況は良くなったらリリースするでいきたいと思います。なるほど、楽しみにしてます。楽しみにしてください、はい、ありがとうございます。で今ベトナムにはもういくつかアイドルありますし、まあ、この前一緒にコラボしたポラリスさんとかもあると思うんですけど、ニジユニバースの魅力とかなんか他のアイドルと違うところってふーちゃんから見てどんなところになりますか？ですね、とにかく元気で可愛いところ私たちのやるよくやる曲とか、あとオリジナル曲のスタイルとかは、主に恋話とか、あと、まあ、みんなでガールズトークとか海で行こうみたいな、とにかく元気な曲を出す。まあ、ポラリスさんはちょっとかっこいいところが
多いと思うんですけど、まあ、ポルリスさんと比べる と、私たちちょっと可愛い子が可愛いものをするっていうコンセプトで、うん、とにかく元気です、うん、でそうですよね。で僕が一番驚いたのは、ニジユニバースさんの、 そのライブ行った時にすごい盛り上がってるライブだなっていうのが思いました。はい、すごく暑かったんですね。あ、暑かったです、ね、確かに。そうそうそう、結構、まあ、ああいうバーでライブするとステージから見るとみんなの頭から熱気が出るとかよくあります。多分私たちのライブしかできる光景だと思います。そのすごく暑いところでみんなの熱気ももっと熱くなってるっていう。はい、最後に今後はどんな感じでやっていきたいですか？まあ今後はとりあえず私たち今までセルフプロデュースのグループなんですけど、まあ、やっぱりコロナが終わってから私たちこれから法人化して、まあ、本格的なエンターテインメントを、まあ、アイドルのエンターテインメントを作っていきたいなと思ってます。で、まあ、今回は虹ヒデバースはアイドルの活動を中心に活動して、で、他のプロジェクト、私たち今 VTuber アイドル、 2D アイドルですね、 2D アイドルも始まったばかりなんですけど、はい、結構反響が良かったので、そっちも力を入れていきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。ちょっと VTuber について少し聞いてもいいですか？ VTuber は なぜ始めたんですか？ですね、やっぱり今コロナ禍の中で、まあ、私たちのライブとかイベントとか全部中止になってて、ネット配信でしか活動できていない中、ネットのコンテンツを増やしていきたいなと思って、二次元っていうプロジェクトの VTuber プロジェクトを、はい、他の会社と一緒に作りました。なんか VTuber の YouTube チャンネルすごい登録者増えましたよね。そうですね、今2万5000人ぐらい。わすごい。どれぐらいの期間で2万5000人になったんですか？10日間ですね。おお、いやすごい。いや私も驚いたんですよ。本当に驚いたんですよ。うん、ちょっと僕も VTuber やろうかな。やってみたらいいと思います。ちょっと面白そうですね。はい、面白いんですよ。わかりました。ありがとうございます。じゃあすいません、長い時間ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ぜひ今後、虹ヒデバースも、VTuber の二次元プロジェクトも応援してください。はい、しっかり応援してますんで、またよろしくお願いします。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。バイバイ。